もう返せません、赤鳥です。降りしきる雨の中で瀬尾です。よろしくお願いします。はい。さあ、今回、ご覧ください。麺屋大鳥です。東京都足立区栗原にございます。はい。というわけで見ていきましょう。こちら、東武伊勢崎線西新井駅という場所から徒歩5分なんですけども、もともとね、三鷹市にあったお店でございまして、こちらにね、ちょっと移転してきた。あ、移転。流れがあるんですね。で、二郎で助手をされた経験もある方がこのお店出してる。噂はいつもどっから仕入れるんですか？ネット情報なんで、噂としてね。そう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 。で、こちら、小、普通、大盛りとあるんですけども、グラム普通表示があるんですが、マシマシが今回できないということなんですが、大盛りにしまして、こちらです。ね、豚1枚っていう風にね、食器に書いてあったんだけど、なんとラッキー豚、1個2個、入っちゃってたんで、おめでとう。おめでとう。おめでとう。大盛りだからとかじゃなくて。いやいや、そうそうそう、大盛りにも1枚って書いてあったから、ラッキー豚でございます。あーと、まずは野菜から、いきなり、浸していきましょう、はい、ねえ。見た目よりもこれ茹で感が実は強い。これ豚野菜なんですよ、これ。豚野菜。シャキに見えましたね。いや、シャキに。豚に見えてるけど。あ、豚に見えます、はい、ああ、そうですか。豚です。うん、ご覧の通りの。キャベツ多め。あ、そうなんですよ。完全に甘みを見たスープとのね、相性が抜群ですね、はい。そして、まだ、あ、もう。まだまだ野菜がうますぎて結構野菜多くないですかちゃんと。あ、おい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 、しかもその野菜自体の味がうまいんですよ、うん、今回は、だからお野菜自身の美味しさでうまいというね、はい、でやっと豚にたどり着きました。おっと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 、分厚いですね。こちらですが、やや引き締まったバランス豚となっておりまして、はい、老若何に美味しいんじゃないかと、いうふうに私は思っておりますけど、はい、あ、またやアフター野菜がまたうまいんですよ、本当に。ミートアフター野菜ですね。ミートアフター野菜、その通りね。あ、メニューをもうじっくりご覧ください。もうね、平打ちのもちもち縮れ麺ですね。はいはいはい。やや長めにご用意してるんでじっくり見ちゃってね。いやいや、もういいですよ。もう大丈夫ですか？めちゃめちゃうまそうですから、やっぱり。ありがとうございます。そしてね、この平均よりもややデロ麺なんだぞというのも、私は伝えたい。ニューエラなんだ。あ、ニューエラ。キャップ似合わないっすね。似合わないっすか？似合わない。なるほど。あ、命名しますよ、もう。滝登りです、こう。思いっきり麺を引き出していく。かっこいいね、ちょっとね。所作。命名が。滝登り、ね。滝登りをしていきます。店内ね、お客さんのアドレナリンでこう、めちゃめちゃ熱かったんで。あ、アドレナリンで熱いっすか？あ、そうなんですよ。それ気持ちの問題じゃないですか、ね。みんな、もう、わーって食べたいっていうので。熱気がね。熱気でもう、熱かったんでね。これ、冷まして、具が美味しいですよ。まあ、いつものようにね。ニンニクを上に乗せまして、はい、ぐわっと引き出しの食べの甘みと辛みの融合がエモいということでね、エモーションの曲でした。知ってました？はい、知ってました。それはさすがに知ってました。あ、わかりますか？あ、そうですか。エモーションってどういう意味かわかりますか？いや、それはわかんないですよね。調べてください。はい、まあ、そしてそう言ってるうちにね、胡椒と返し、これ味見してね、言いましたけど、平気で、みりん風のコクと甘みがやや強い。返すの腎臓ぶっ壊れますよ。いやいや、ちょっとだから味見は味見はね、そうです。で、みりんのね、ちょっと発酵した風味がこうスワーッと鼻を抜けていく新しい感覚、なかなか感じえない美味しさでしたけども、はい、そして最後の方はもうひたすら一目散にもう、一目散じゃん。一心不乱じゃなくて。一心不乱に。一目散。逃げるときに使わない言葉です。一心不乱でした。一心不乱に食べていきますけども。ね。あ、この場合はファイナル豚を残しているんで。ファイナル豚。ファイナル豚を残しているんで。この最後が引き締まりとね、ブリンブリン部の。ハーフハーフ。うまいっち。何が面白かったということで。面白かったですかね。いや、面白かったですね。ああ、そうですか。何がだ。いや、もう語り口が。ああ、なるほど。ごちそうさん。というわけでね、見ていきましょうか。ね、大盛りといましね、豚量も入ってますけども、マシマシレベルとしては 83.6 だぞ、ということでね、はい、一個言いたいんですけども、はい、食べてらっしゃる方がサラリーマン風の方から、うん、まあ、工事現場の方、うん、いや、お休み中に来た方、はいはい、もういろんな方がいてる。客層がね、そう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 、皆様に愛されてるお店なんだ。なるほど。そうそうそう、ズドン伝わってきました。はい、あともう一個ね、夜の部が、うん、19時からって書いてあって、ちょっと下見しようって思って17時ぐらいに着いたらもう空いてたんだ。空いてんだ。あれと思って、お時間どうなってんのかなっていうのを知りたい、僕は。なるほど。
教えてください。誰に聞いてるのか、常連の方とかね。というわけで、ねんや大鳥さん、非常に惜しかったことさんでした。はい、それじゃ